続いて例題の2つ目見てみましょうこれもですねまあ、品種パズル系の問題であるとつまり空欄の前後だけ見れば解けるんじゃないのというそういうタイプの問題でありますじゃあちょっと実際にやってみましょうかえまずですね空欄の前を見ると have been volunteering とあるとこの辺りであ多分これ動詞なんだろうなと have プラス b プラス ププラスビーンプラススビンいわゆるイング系と呼ばれる現在分子で進行形になっているのでここが多分動詞だろうと。でその後ろにですねホにゃララタイムとあるわけですね。でこれタイムっての名詞ですからこれタイム名詞ですので多分ですけどこのボランティアリングの部分が3番なり4番なり5番なりをとっていて で、このタイムが目的語になってるんじゃないと。まあ、こういう予測が立てられるわけですね。でちなみに、まあ、後ろを見ると、リーセントリー、インオーダー、トゥー、ドの項うのったって、無名しなさそうですから、4、5はもうないだろうと。はい。なので、3番 S3O になってるんじゃないのかなと。でなるとですえ。目的語のタイムの前に空欄があるわけでして、ここに入るのは何と。はい。 えー、ヒントはここまでです。ちょっと一時停止してですね、何が入るかなというのを考えていただきたいですね。はい、では解いていきましょうか。ほにゃららタイムとタイムの前に空欄があるっていうことは、こいつが多分こういう形容詞の役割をしてるんじゃないのかなと。で、えー、選択肢を見るとですね、えー、ゼムセルブス、ゼイ、ゼア、ゼムと、まあ、要するにその、代名詞、ゼイの形がいろいろ変わってるわけですね。 でこの中で形容詞の役割ができるのはどれですかっていうそういう話ですよ。ってなるとこの所有格のゼアしかないでしょうと。ゼアタイムと入れれば、まあ、彼らの時間彼彼女らの時間という、えー、就職関係が成り立つよねっていうことですね。でいわゆるですねイ、まあ、代名詞で今回出てきたわけですけれどもその英語の名詞にはですね、まあ、あの代名詞も名詞ですから。 名詞の形っていうのが大きく分けて3種類。で、ゼムセルブスも入れたら4種類あるわけですが、これはもう中学の時にですね、アイマイミ you are you と、アイマイミー・ユー・ユー・アイユーとかで勉強したと思うんですけれども、いわゆるその主語の形、主語になれる形、主語になれる形のことを、えー、主格というんですね。 S, S の場所に置ける形それが税ま税、あ、位の場合ら税位であるとで O になれるのを目的格というと目的格というとでこれがゼムなわけですねはいで今回はその目的語自体はタイムですのであのゼムタイムはおかしいでしょということですねそして所有格で所有格っていうのは名、ね、詞の前に置くと 名詞の前に置ける。置ける。これが所有格であると。なので、まあ、所有格というのは誰のものなのかというですね、えー、所有をはっきりさせる、えー、形なんですけれども、名詞の前に置けるっていうことは、これ、役割としては、まあ、形容詞と非常に近いということですね。なので、 え先ほど説明しましたように、名詞の前、タイムの前に置けるものの形でどれですかってなると、形容詞の形として、えー、形容詞の役割に近いこのゼアだけですよと、こうなるわけですね。はい、えーまあ、このようにですね、まあ、ほとんどあの動詞あ、英文全体の意味をですね考えずに問題解いちゃったわけですが、まあ、実際、こうやって解けるものもあると、全部が全部こうとは言いませんけれども、まあ、解けるということですね、解けるものもあります。 まあ、あの一応これもですね全部パーシングしておきたいと思います、まああの。もういいよ、パーシングは飛ばしていいっていう人は次の問題に進んでください。はいではパーシングしておきましょう、えー。主語はワーカーズですね。労働者たちと働いている人たち、どこでですかと言ったら、レイモンド修理ペアと、これ R も S もリペアも全部ですねあの大文字になってますので、そういう会社の名前ですね。固有うう名詞になってると。レイモンド修理ペア、まあ、靴修理をする。 レイモンド修理ペアという会社ですね靴修理の会社のえで働いてる人たちっていうのはハブ・ビ、えーン・ボランティアリングとここが動詞になるわけですね官僚系のハブとか進行形を作る B の過去分詞系 B とかついてますが動詞の本丸はですねここですねボランティアリングのとこであるとこのバランティアっていう動詞についてちょっと説明しておきますとでぜひですねあの辞書を一緒に引いて確認していただきたいんですけれども えー、この動詞、えー、と私の手持ちのですね「ジーニアス」という辞書ではですねまず1番が載ってますね1番役目を進んで引き受けるとか勝て出るとか申し出るとかいう意味が出てるとでその下に3番の意味も載っているとで3番つまり目的語を取るので何々を自発的に提供するとか申し出るという意味で載っているとで今回はこの3番の方が使われているっていうことですねはいほんで、えー、先ほどの 答えであるゼアタイムがここに入って、だからその会社で働いてはる人たちっていうのは、えー、自分たちの時間を進んで、えー、申し出たはりますよと。で、えー、タイムの後ろに Recentry っていうのがついてますね。これ後ろ l y で終われば、えー、多くは福祉です。全部とは言いませんが、l y は福祉の、まあ、一つの目印になると。Recentry で最近申し出たはりますよと。まあ福祉でどうしよう就職してるんだろうと。 何のためにですかというのが、この in order t o o t というところですね。で表されていると。これ全体でも副詞です。はい。で、まだあの解説動画はここまで追いついてませんけれども、これいわゆる t o ーフ h t と呼ばれるやつでして、動詞を元に作られているんですね。なので、こうトゥ t o o t とかも動詞を元にしているので、番号がちゃんと引き継がれていると。help the company, あっとっと、間違えましたね。なかなかやらしいですね。the company が <laughs>。 サバイブするるのを助けるためにとこれまたあの言いますが、解説しますけれども、C の部分に不定詞が来ていると、原型不定詞ってやつですね、まあ、これヘルプが OC で C に原型不定詞取るんですけれども、O が C するのを助けるためにと。なので、会社が生き残っていくのを助けるために、最近では自分たちの時間を進んで申し出ておられますよ、この会社の人たちはと。まあ、そういう話ですね。はい まあ多分あの残業代とかをですね長時間労働もいとわないともう会社が残るためには会社がサバイブしていくためには何もでも働きますよと自分たちから自発的に申し出てはります最近はっていうそういうお話ですね。